氷河期まで持ってきて。まあ、テレビのニュースでもやっていたんですけど、この60歳の男を放火で逮捕って、おそらく今のホルモン屋もこの男がつけたのかなと思いますね。やばいよね、頭おかしい人で。何の恨みがあってね、これやるんだろうなと思うけど、やっぱいろんなね、不満がでかくなってやるんだろうね。自分の人生に対しての自暴自棄というかね、火つけられた方がたまったもんじゃないし、やっぱ西成怖いなって思いましたね。ホームレスとかね、三角公園とか治安悪いからね、足立区みたいなね。でも本当にお気の毒です。ホルモン屋さんはなんかクラファンとかしてね、立て直してほしいなって思います。以上です。どうもありがとうございました。